みなさん、こんにちは。岡山泌尿器チャンネル。今回はですね、予告でお伝えした通り。雅、鵜呑気ねクリニックの雅先生に、こう女性特有の。泌尿器の病気について、ちょっと詳しく教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう、この空間は、今、女子二人だけということで。もう、何でも、ちょっと、私が、聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい <laughs> で、まずなんですけど、その女性がなりやすい、その皮尿器の病気って、どういうものがあるんですか。まあ、まずは膀胱炎。ですね、はい。よく聞きます。そうですね。で、膀胱炎でも、まあ。あの、普通の膀胱炎っていうのは、ばい菌が。 おしっこの方の場合の方に膀胱の中に入って炎症を起こす。膀胱炎です。けれども、はい、まあ、ばい菌が入らずに、あのそういう膀胱炎症状を起こす間質性膀胱炎っていうのもあります。<ー>まあ、それも女性に多い病気の一つです。<ー>で、あとはまああの尿失禁とかですね。頻尿。 こちらの方も女性が結構多い病気です。特に腹圧性尿失禁って言って。はい、咳とかですると漏れちゃうっていう,うあの失禁があるんですけども。こちらはまあ出産とかそういうので、まあよく起こりやすくなります。<ー>はい、じゃあその二つが結構多い病気の。そうですね、まあ。二大巨頭と言いますか。か膀胱炎とそうですね。失禁<ー>。<ー>あとはまあ、あの、か、あの骨盤臓器脱って言って、膣の方から膀胱が下がってきたりとか、うん、子宮が下がってきたりとか。<ぁ> まあ骨盤の底の筋肉が緩むと、そういうのが起こったりとかしますね。そんな病気もあるんですね。そうですね。はい、あ。えちなみにその、私たち世代といいますか、うん、比較的。若い世代の、うん、その。泌尿器の病気って、どういう病気があるんですかね。まあ膀胱炎は、あのやっぱり若い世代で性交渉が。 原因となって、お公炎を起こすことが多いので、はいえー、割と若い世代の方は結構多いかと思います。えそれは何が原因でなるんですか。まあ性交渉の時に膣の方の細菌層が乱れるので。はい、まあ、それで膀胱になりやすかったりしますので。あ<ー>まあ、あの性交渉の後は必ずおしっこに行ってから寝るようにって指導はしております。うん、へえ、そんな予防法なんですね。ね そうですね。あとはウォシュレットとかでも、結構膀胱炎になりやすかったりしますので、それはあまりしない、ビデとかはしない方がいいと思います。あ、そうなんですね。あとは、まあ、細菌性じゃなくて、まあ、先ほど言った間質性膀胱炎なんですけれども。こちらの方も、若い女性でもなることがあります。え、それは何が理由でなるんですか。まあ、ちょっとアレルギー性膀胱炎みたいなもので。えっと、食事とかですね。まあ、食べ物、そういった、あの、酸っぱいものとか、辛いものとか。 あのそういうので膀胱の方に刺激がいってそういう膀胱炎症状を起こしたりっていうことがあります。へちょっと私その膀胱炎になったことがないからちょっとよくわからないんですけど膀胱炎ってどういう症状が出るものなんですか あのおしっこするときにまず痛みが、はい、痛いはいあります、えー、とあとは残尿感おしっこした後に残った感じがしてまたすぐトイレに行きたくなる、うん、で頻尿になるんですけども頻尿、うん、になってトイレに行くんだけどおしっこあんまり出ないみたいなあと血尿ですね血が出たりっていうのがあります、えー、うわそんないろんな症状が結構出るものなんです、ねはい、そうですね、はい、じゃあもうもしかしたらこれは膀胱炎かもしれないっていう思う きっかけ多そうですねそそうう考えるとうん、うん、そうですね、まあ、あの早めにあの来ていただいた方がいいかと思います放置しておくと腎臓の方にばい菌があの上がっていって自由腎炎を起こして熱が出て38度を超えるような熱が出て結構大変なことになったりしますのであ<ー>、まあ、膀胱炎かなと思ったらうん、うん、早めに受診をおすすめしますなるほど早期発見早期治療が一番効果的な病気なんですね 結構皆さん割とよくなるあ<ー>病気ですのでそうなんですね。はい、じゃあもう,もう大変なことになってしまったとか思わずに結構気軽な気持ちで早めにこうお医者さんに診てもらった方がいいということなんですね。そう,そうです、ねはい、いやでもそういう意味ではこういう,こう女性専用のクリニックって気軽に来れていいですよね。 そうですね。まあ、はい、なかなか普通の泌尿器科に行こうと思うと、男性の、あの、患者さんが多くって、やっぱり入りづらいとかあるかと思いますし。あとは、まあ、あの、ついでに、あの、婦人科のことも見てますので、婦人科のことで、もし。あの、お困りだったりすると、うん、あの、そちらの相談にも乗ることができます。あとは膀胱炎だと思ってても、実は膣炎だったりすることもあるんですよ。<ー><う>でも、ちょっと、おしも、で、なんか、ちょっと不安なことがあったら。 見ても先生に見てもらうのが一番っていうことなんですね。すねはい、ちなみになんですけど、このみやびウロギネクリニックは男性は。 絶対だめではないですけれども紹介状とかがある方とかは受けてますしあと患者さんのパートナーの方ですねとかご家族の方っていうのは見させていただいておりますがちょっと居心地が悪いのもあってほとんんどどあままりいせけれも待合室って多分すごい気まずい思いをするんだろうなって想像しますよね。 若干見られますよね。はい。<laughs> でスタッフの方は基本的には女性の方が多いんですか。あ、そうですね。あのほ、あの全員女性です。あ<ー>、はい、そうなんですね。いや、それは本当になかこう心強いというか。安心して来れますよね。はい 女性の感覚とすると、やっぱりこうどうしても受診する内容的に、なんとなくこう,う、ね、なんかこう恥ずかしいじゃないですけど、生きづらいみたいなところありますけど、すべて先生も女性看護師さんとかスタッフの皆さんも女性と思うと、うん、かなりこうハードルが下がりますよね。まあそうですね。うん、あとはまあなかなかちょっと男性の医者には言えないようなまあ、性機能の問題であったりとか、あ,<ー>あのそういったちょっとプライベート な感じのあのお話とかもあのしやすいかと思いますので、うん、ぜひまあご相談いただければと思います、うん、あの当院ではやっぱり女性性機能の方も一応、うん、あの扱っておりますので<ー>あのお悩みの方はは <laughs> い <laughs> あの言っていただければと思いますいやもう何よりこの宮尾先生の何でもドンと来いっていう感じのこの雰囲気これになんかこう救われますよね。 <laughs> <laughs> 何ででも来いっていうう感じすね、まあ、結構泌尿器科疾患って泌、うん、尿器科だと思ってきても実は婦人科疾患だったりすることで結構あって血尿ですって言われてきて、うんまあ、子宮頸がんだった方っていうのは結構いますし、うん、あの尿失禁ですって言われてきたけども実はくらみじの膣炎だったりとか、うん、あの織物が水っぽかったりとかそういうのとかが結構、まあ、混同しやすい。 あのところになりますので、まあ、それをわざわざ皮尿器科行って、これで異常がなかったから、じゃあ、婦人科行ってっていう。<ー>いうのの手間が省けて、まあ、うちでは両方も一緒にその時に見れますので。あ<ー>まあ、そういった意味では、まあ、便利かなとは思います。本当に、まさに女性の強い味方っていう感じがしますよね。<laughs> さあ、続いてですね。やっぱり、その女性特有の皮尿器の病気を予防する方法。<laughs> やっぱりこう早いうちから知っておきないなと思うんですが。うん、あるんですよね。そうですね。あのー、骨盤底筋って言われる骨盤の底を支える筋肉が緩むと湿禁が来たりとか。貧尿になったりとか、うん、あとはまあ性交痛とか、そういう性器の障害にも。<ー>あのー、来たりって言われてますので、まああのゆ緩,緩んでくるというやつですね。<laughs> まあ、そういったのを予防するために骨盤底筋体操っていうのがあります。気になります。はい、かなり気になります。うん ということで次回はその骨盤底筋を鍛えるトレーニングの方法を教えてもらいたいと思いますはい、はい、ありがとうございましたはいありがとうございました次回もお願いします、はい、よろしくお願いします